ジェイさん、吉田さん、こんばん、こんにちはって、こんにちは、いつもありがとうございます。美咲さんも、こんにちは。トトの、都会のトトロちゃん。あ、いつもありがとう。こんにちは、こんにちは。ね、今日なんか曇ってますけど、あったかいですね。ね、ありがとう。マリーちゃんが、こんにちはって。あ、ありがとう。マリちゃん、こんにちは。シムちゃんが盛り上げにゃんこちゃんプレゼント。あ、にゃんこちゃん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 の爪、ありがとうございます。ありがとう。リオママちゃんが、こんにちは、こんにちは。ミュウちゃんが、こんにちは。ミュウちゃんも、こんにちは。ジェイさんが、YouTube、昨日のうんこ騒動見たって、見ました？そう、にゃこちゃんが、こんにちは、こんにちは。花ちゃんも、こんにちは、こんにちは。みさあけみさん、毎日いろんなことがありますね。そうですね、みさあさんね。ね、いろいろあるわね。まったくね、悩みばっかりだよ。ね、でもね、皆さんがね、こうして応援していただいてね、ありがたいです。はい。オレマカスジャータさん、こんにちは。こんにちは。スジャータさん、こんにちは。パクちゃんが、しんごくんは今日は家にいるの？いますよ。今日はいます。自動車あるからね。そうなんだよ。ね。三田園さんがナイスしたよ。今日は Google マップから見たら、いたずらで関よしえの何？墓と、この家が関よしえのうんこ配信と書いてあったので、削除依頼した。あ、ありがとう。ありがとうね。三田園さん、ありがとう。削除を言ってくれたんだ。ありがとうね。そう、親切だね。そうなん。私のお墓とあれなんだ。この家が、よしえのうんこ配信と書いてあったので、削除してくれ、依頼をしてくれたって。ありがとう。三田園さん、優しいね。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。ね。嬉しいよ。私、削除の仕方は知らないもんね。ありがとうね、三田園さんね。ね、いつもありがとうね。涙出るよ、三田園さん。ありがとう。パンちゃんも、しんごくん、今日いるからね。みーさんが、よせさん、こんにちは。ナイス押したよ。ありがとうございます。いつもありがとう、みーさん。ありがとうね。ジェイさんが、慎吾さんにもよろしくお伝えくださいって。ありがとうございます。ジェイさん、こちら、いいね、ごっこ。ありがとうございます。ありがとうね。ゴールデンキャデラックさん、KP、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。こちら、ひとりよがりさんが、ナイス押しとくよって。ありがとうございます。ありがとうございますね。ナイス。ありがとう。今日2時から始めた。なんかね、今度ね、なんかね、姉さん頑張ってるからね。私にはもう抜けないなと思ってね。そう思っちゃった。なんかね、相原がうんこ漏らした理由は、お酒を飲みすぎたので、それにより怒ったんだよって。あ、そうなんだ。ああ、そう。ありがとう。三田園さん、ありがとうね。嬉しいよ。まゆちゃんが、毎日同じ服ですねって。そう。もうね、取り替える、あれ、気力ないの。自分で。ね。でも汚れてない。大丈夫。夏じゃないかね。そう。それ、着替える気力もないのね。私もね。渡辺さんが、風船3個、ありがとうございます。ありがとうね。
渡辺さん、いいねをプレゼント、ありがとうございます。ありがとう。のんちゃんが、いいねをプレゼント、ありがとうございますね。ありがとう。皆さん本当ありがとうございますね。こちら、J さんが、よしえさんナイス、頑張ってくださいね。今さ、結構あの姉さん頑張ってるじゃない、結構差がついちゃってんだよね、私とね、うん、だけどね、私なりに頑張ろうと思って出るんだけど、向こうはほらね、普通の体だからね、私はちょっと普通じゃないから、ほいでほら、なんていうの、慎吾がね、なんかうちの周りに咲いてる花をね、よっちゃんがね、外行ってみれば閲覧が増えるよって慎吾が言うんだけど、だって外へ行けないもんね、うん、体が悪いからね、大変ね、うん、でも頑張りますね、Jさんね。皆さん本当にいつもね、応援してくれてる人に悪いですからね、ありがとうございます。 Jさん、ありがとう、ありがとうね。三田園さんも、慎吾さんいつ配信できるのって。慎吾はね、あと1年ぐらいかかるんじゃない、今年いっぱいぐらいね。2人でできるんだら一緒に車に乗ってってできるんだけど、桜新道ね、私がほら野ぐそしたとこ、あそこ今綺麗だって言うからね。でもね、信号映れないからね、どうしようもないね、うん、あ、千代ちゃん、こんにちは、いつもありがとうございますね。今日、あ、3日間お休みって言ってましたね、ゆっくり休んでくださいね。ね、いつもありがとうございます。こちら、スハスハちゃんが、おばあさんこんにちはって、こんにちは、お刺身のCさんのお母さん、よしえさんにナイスしました。頑張ってね。ありがとう。ありがとうね。お刺身のCさんのお母様。ありがとう。みんな応援していただくリスナーさんのために、私も頑張ろうと思ってるんですけどね。うん、ね、何しろ体が普通じゃないからね。うん、どうもね、うん。そう。ね。皆さん若い人はもう体バリバリだからね。私も桜でも見に行けばね、閲覧が増えると思うんですけどね、うん、なかなかね、まだね、無理なんだよね。いつ治るんかなと思うんだけどね、Jさんね、うん、そう、のぐそしたとこだよ、笑うってね、うん、そう、ちおちゃんが、今日は時間があれば宝泉寺の桜を見に行こうと思います。あ、そうなんですか。あ、なんかまだ咲いてるでしょうね。なんか慎吾がね、ちょこっとね、宝泉寺までは行かなかったけど、もういくらか散り始めてるって言ってましたね、あの桜新道、慎吾がね、うん、だからね、私全然、ほいでね、うちの外を玄関出たとこに白いこう雪柳って言うんですか、あの白いのが咲いててね、慎吾がよっちゃんそこであの花見して、俺が団子でも買ってきて飲み物買ってくるからって言ったけど、そんな外でやったら近所に笑われるからね、私も嫌なんだよね、近所がな変に思うから。ほいでね、慎吾がそうすれば閲覧も増えるって言うけど、こんな体でね、無理だよね、うん、自分の家の周りにね、どんな花が咲いてるかもわかんない、外に出ないからね。おいたい慎吾がね、外行って取ってきました、こうにね、うん、こういう白い花が咲いてるよ、あとはタンポポがいっぱいあるよとかね、うん、見せてもらいましたね、今日ね、うん、あ、スハちゃん、あんたのうんこは何？銃に帰りました、何だろう、ん？うんこ、ん？ネギちゃんが、よしえさんこんにちは、あ、
こんにちは。ネギちゃんサムネ変わったんだよね、昨日ね、うん、こんにちは。この前言ったキャラクター覚えてる？覚えたらね、うん、言ってねって。キャラクターわかんない、おばあちゃんもすぐ忘れちゃうんだよね、うん、ね、三田園さん、おばあちゃんキャラクター忘れちゃうよ、難しくってね。傘も取り行ってきたね、よかったね、うん、三田園くんいい子だね、ありがとうね。私のねお墓があったんだってね、ありがとう、ありがとうね、嬉しいよ、涙が出るよね、いたずらばっかりされてるからね、涙が出るよね、ありがとうね三田園さんね、嬉しいよ、ね、なんでさ、うちのは私のお墓があるんだよね、ね、あのアンチはいっぱいいるんだね、うん、みーさんが、しんごさんが配信できるようになったら一緒にできるといいねって。そうですね、みーさん、そうしたらね、うん、2人で花見できるもんね。前もミスタードーナツしんごと買い行ったんだよね、2人でね。その時さ、閲覧が1000人ぐらいあった、2人で行った時、うん。あ、リュウさん消えちゃった、ごめん、リュウさんまた消えちゃった、ね、千代ちゃんがリュウさんこんにちはってね、みーさんがこき雪柳綺麗ですね、今みーさんね、りんちゃんがあら消えちゃったリュウさんが千代ちゃんこんにちはって仲変でってにゃんこちゃんが、私の周りの高齢のお年寄りは何、あたちは元気すぎるので、よしえさんも頑張って、まずはラジオ体操からって。ありがとうにゃんこちゃん、ありがとうね。こちらキリンちゃんが風船をプレゼント、ありがとうキリンちゃん、風船ありがとうね。タケボンちゃんがミスタードーナツやってって、うん、こちらリュウさんが笑うってね、笑う。ネギちゃんがそうってね、ももちゃんがナイスしたよって、ありがとう。ももちゃん初コメの方ありがとうございます、ナイス、ありがとうね、ありがとう。こちらが金賞、うん、相原さんはって、うん、いる、今日お休みでテレビ見てるよ、テレビ見てるよ、うん、ね、ずっとテレビ見てるんだよ、ああやって、うん、そう。リュウさんが、キム・ジョインさんね、うん、相原さんはってね、うん、こちらリュウさんが、何、挨拶から消えたしゃな、二度消えたで笑うって。リュウさんが挨拶から消えたしゃな、二度消えて笑うってね、うん、ありがとう。あ、リュウさんいつもお世話になります、ありがとうございます。よし、こんにちは、こんにちは、いつもありがとうございます。にゃこちゃんが90歳がはしご登って枝切りしてるよ、そんなにすごいね、うん、90歳で危ないね、でも落ちたらね、腰ぶったら大変だよね、すごい。だからね、その人のね、その人で違うからね、年じゃないんだね、やっぱりね、うん、まるちゃんがこんにちはって、こんにちは、まるちゃんいつもありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうね。まったくね、私のお墓が あるなんてね、うん、言ってくれたって三田園さんね、ありがたいね、うん、ね、
そういういたずらがあるんだね、うん、相原はふわっちしないのって、うん、しないしないしないよあいつよ、うん、しないと思う、うん、ねあんまりあれだよね、うん、嫌いみたいよあんまりねこういうのね、うん、うーんまるちゃんこんにちはってね、私も今日あまり体の調子よくあります。あ、みーさんもそうなん、そういう時あるよね。私もねその日によってうんと違う、うん、頭がねなんかこうおかしいんだよね、うん、やっぱり年取るとどっか出てくるね、うん、自律神経失調症だからねどうしようもない。今薬飲んだけどね、うん、みーさんもそうですか、調子が良くないってね。お大事にしてくださいねみーさんね。私もそういう日があるからね、今日はなんとなく大事だなっていう日ありますよね。今日もあったかいけどね、うん、なんか調子悪い時ある本当にね。こちらにゃごちゃんが落ち着いて何腰折って入院、え、落ちて腰折って入院、退院して毎日歩き回ってます。あ、そうなんですか。あら、あ、こ折っちゃったん。それで入院して毎日歩ってリハビリしてるってことですね。にゃこちゃんが、お年寄りじゃなくにゃこちゃんが、さっきお年寄りがっていう90歳のあの人とは違うよね、うん、そう、まるちゃんが、よしえさんこなんか書いて冷えちゃったよこんにちはってね。三田殿さん頑張ってね、夜の配信見るよ、ありがとう。三田殿さんありがとうね、いつもありがとう、嬉しいよ嬉しいよ、ありがとうね、うん、まるちゃんが体調悪いの大丈夫ですかってね、うん、悪い時あるね、まるちゃん確かにね、うん、今日とちょっと暑いぐらいだよね、暑いよね、うん、J さんが墓場清掃員や慎吾は余生さんを介護してあげてほしい。そうだよ、やらないね、二人はね、テレビ見てる、パジャマに着替えてね、テレビ見てる暇があったら昨日うんこ漏らしたのを自分で少しねこすって洗えばいいと思うね。うちゃっちゃうんだよねみんなね。今日はご飯食べたんって、はい、今日ネギさんね、昨日のほら海苔巻きあったじゃない、こういうのあれ2つ食べた、2つだけ、もうお腹いっぱいだね、食欲ないねあんまりね、うん、そうね、ゆうさんいつもありがとうございますね、ほんとありがとう。にゃこちゃんが90歳が、あのおじいちゃんがね、おじいちゃんがあの木切ってて、そうだよね、うん、それで退院して今あるあの骨折してね、すごいね、タフだね、90歳でこね腰骨折して 歩き回ってるってすごいね、うん、あすごい、治っちゃうよ、骨折したんだよね、私骨折じゃないのになかなか治らないね、骨は折れてないもんね私はね、だからねなんかやっぱりね、なんつうんだろう、自律神経かな、どうもね、すごいね90でね、こちらみーさんが頭もう、いやもやがありますね。あ、みーさんそう、私もそうだよ、似てるねみーさんにね、ちょっと頭がすっきりしないんだよね、わかる、ちょっとこう頭もやもやで
ほんで目がね、かすむ時ある。やっぱり頭がモヤモヤだと目がね、かすむ時ある。ほいでね、パッとこう見える時もあるの、字がね。ほいで字が見えなくてモヤモヤってしてる時はかすんじゃうね。なんか私と表情似てますよ。頭がすっきりしないのよね、こんないい日なのにね。リュウさんも俺も頭がくるくるやからあるんやな、そういう時がなって。そうですか。リュウさんのはまた違うんじゃないんですか。にゃこちゃんが70歳、母と77歳の父も、ね、90歳見慣れば良いのにねって、昨日話してました。あ、そうですか、あ、そう、お母さん70ね、お父さん77、90歳のおじいちゃんすごいですね。でもね、すごいね、枝切りしてて骨折して退院して動いてるって言うんだからすごいね。ねえ、すごい、見習いたい、本当にね、本当ですよ。キャッシーさんがこんにちはって、いつもありがとうございます。キャッシーさん、ナイス押したよって、ありがとうございます。キャッシーさん、ありがとうございますね、いつもありがとう。キャッシーさんはなんか職人ですか。なんかね、お帽子かぶってるような気がするんだよね。あのコックさん、違うかな、コックさんのような気がする。千代ちゃんが、春は頭がぼーっとするときあります。あ、やっぱり22でもそうだよね。じゃあこれあるよね、春ってね、若くても。じゃあそうじゃね、別に大丈夫かな、私なんかね、なんかぼーっとしてますよ。わかる。春はね、なんとなくね、ぼーって感じです。はい。こちらがウィーディングさん、こんにちは、ヨシエさん、ナイスをしました。お金なくってパチいけません。なくって息子さんはパチですかって。いや、うちにいますよ。おじいもいますよ。ね、おじいも金がないんじゃないんですか。金曜日じゃね、日曜にいるってことはテレビ見てますよ、パジャマ着てね。そうだよ、皆さん、まるちゃんがモヤモヤする時あるよねって。そうだよね、まるちゃんまだ若いけどさ、あるね。春ってちょっとモヤモヤするよね、なんかね。ほんと、みーさんも目がかすみますよねって。そう、同じですよ、みーさん症状が。私もね、もう頭がモヤモヤしてね、目がね、かすむ時ある。はっきり見えない、僕とね、同じですよ、みーさん。ほんとだよね。りゅうさんが、あるある、笑うって。りゅうさんの年でも30ね、若くて。あ、リリーちゃん、いつもありがとう。よせさん、こんにちは、ナイスポチです。ありがとうございます。ありがとう、リリーちゃん、ありがとうございますね。ありがとうね、ゆうさん、定期いつもありがとうね、ありがとうございます。こちら、たぬきさんが、よせさん、ぐらにぐるぐるマップに吉江さんの墓があったよ。前からあるのかいって。一回あったのを誰か消してくれたんだよね。それで、駅の塔にあったって言うんだよね。誰か消していただいて、そしたらまたね、あったって言われて、私のお墓があるんだって。ね。それで今、三田殿さんが、言ってくれたみたい。
ね、上に言うんですか、そういうのは分かんないけど、三田園さんが話しておいたからねって言ってくれました、うん、うちの墓はあれだよ、山の方だよ、向こうだよ、全然駅のそばに前あったって聞いたんですよ。なんかそういうのは誰か作るんですかね。そこまで私ネットに詳しくないんだけどね。嫌だね、ほんとね、たぬきさんね、嫌なことをする人いるね、うん、リュウさんが相原さんや笑うってね、もうビール飲んだんじゃない、もう、うん、でご飯食ったんだよ、うん、でテレビ見てる、うん、桜子ちゃんがこんにちは、ナイスをしましたって、ありがとうございます、ありがとうね、桜子ちゃん、ありがとうね。今桜ほんと綺麗だってね、なんか信号も散り始めたよって言ってた。桜信号よっちゃん散り始めたで、よっちゃんがさ俺の車に乗ってさ一人で外をね立てるんだらいいけど、杖だけじゃ立ってられねえんだんべっつうから、そうだよ、片っぽの手どっかへ置かなきゃ杖だけじゃ立ってられねえよって言ったんね。たらお花見配信すれば閲覧が増えるんだけどなってあの子言ったから、ちょっと無理だんべえなって言ったんね。ね、そしたらうちのよっちゃん、うちの玄関に白い花咲いてるでっつうから、こんなもん咲いてるかいっつったらね、ネットで撮ってきてこれだよっつうから、あ、これあれだよ、うん、雪柳だよっつってね、そいつはもっとうちの庭の方にも咲いてるよっつうから、椿だよっつった。ここでじゃあ俺がテーブル出してよ、よっちゃんそこに座って団子か飲み物買ってくるから、そういうとこで発信すると閲覧増えるよってあの子が言うから、でも母ちゃん無理だよってね、庭だったらねいいけどさ、道路なんか行ってそんなことしたらさ近所に割られちゃうよね、やだよね、分かっちゃうよ、いや恥ずかしいよ私、うん、相原さんや笑うってそう、桜子ちゃんがこんにちはナイスしましたってありがとうございます、ありがとう。千代ちゃんがいたずらが登場するんですよねって、そうでしょうね、うん、ね、お墓なんか建てられちゃ困るよね、うん、やだよね、うん、こちらね、すごいやつが、あ、何すごい嫌がらせやなって、そうだよね、龍さん、なんか野上の駅の方でね、向こうにね私のお墓が建ってるって聞いてましたよ。それもね皆さんがね消してくれたんです。だからまた誰かつけたんでしょうね、お墓をね、私のお墓があるっていうからね、うん、うちのお墓は山の方だからね、駅の方じゃないからね、うん、これまるちゃん息子無事に年長さんに進級しました、可愛い時期もある、あ、そうですか、まるちゃんおめでとうございますね、うん、年長さんにね、そうなんですか、進級してね、可愛いですね、よかったですね、おめでとうございます。そうだよね、もう4月ですもんね、2日だもんね、うん、なおちゃんがこちらいいね、ありがとうございます、いいね、ありがとう、いいね、ありがとうね、なおちゃんありがとう、なんか見えないんだけどいいねしか、ごめんなさいね、何個って見えなくて、あ、ちおちゃんごめんなさい、滑っちゃった、なおちゃんがハートいちごプレゼントって、ありがとうありがとう、ちおちゃんが1億円ぐらいの墓なら欲しいですけどねって、そうですね、ちおちゃんね、そうですね、よせいさんお墓に入って
もらっちゃ困りますって、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう国際人さん、いつもありがとうございます、いつもお世話になります、こんにちは、まだ墓があるんですか、何ヶ月前もありましたね、あ、そうなんですか、ほう、あ、なんかね、三田院さんがさっき吉江さんのお墓があるからなんか言っときましたって言ってくれました、もうなくなるんかね、前もあったんですよ、一回ほんで消していただいてまた誰か作ったんでしょうね、よっぽど私が憎らしいんでしょうね、そう思いますね、やだね、生きてるうちからお墓作られちゃうね、そういう人こそ長生きするかもね、そんな気がするね、ありがとうございます、まるちゃんがありがとうございますってね、今度は家に吉江さんの墓とか公衆便所とか書かれますってね、恐ろしいね、そうだね、やだね、こちらなおちゃんがハート1号プレゼントしましたって、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうね、みーさんがまるちゃんおめでとうございますってね、こちら吉江さん配信見ないと生きてる気がしないですって、ありがとうございますね、ありがとう千代ちゃん、ありがとう、リュウさんがすごいな、犯罪やんかって、ね、いろんな人いるね、リュウさんね、ね、考えられないね、なおちゃんがハート1号プレゼントをしました、ありがとうございます、なおちゃんありがとうございます、1号ありがとうございますね、嘘のことを地図に登録させたら許せないですね、そうですね、はい、あのこういうに載ってるわけ、あのお墓とか信号ちっとも言わないんだよ、そういうことね、やだね、なおちゃんがハート1号プレゼント、ありがとうなおちゃん、ありがとうございます、チンアナゴちゃんが吉江さんご飯食べますかって、あ、食べてますか、あ、食べてますね、あんまり食欲ないけどね、何食べても美味しくないんだよね、なんとなくね、海苔巻き2つ食べました、こういうね、シーチキンとなんか海鮮のこういう赤いなんだっけあれが入ってるの、美味しくないね、あんまり食欲ないです、はいね、ほんとないんですよ、ほんで今日もいろいろ買ってきたからもう買ってきねえでくれって言った、食べられねえから、ほんとに昨日もいちご買ってきたけど、いちごなんか残ってます、そんな食べてえと思わないね、牛乳いっぱい飲んで下痢になっちゃったしね、それとも小林さんにもらったパンを食べたからかなと思ってね、もう怖いです、ああね、こちら、チンアナゴちゃん、ヨシエさん、ご飯ね少し食べたよ、食べないとね薬飲めないかんね、あの血圧と強い神経のイライラとむくみの薬3つ飲むんです、朝起きるとね、朝だって起きたらもう12時ぐらいかな、昨日もね、いろいろ配信見てましたからね、でもいつまでも4時頃までは見てないですから、自分の体まいっちゃうからね、はい、こちら、なで、千代ちゃんがなで地図社会もちろんね調べないんでしょうかねってね、
そうですね。地図に載ってるんですか、こういうやつに。嫌だね。慎吾はちっとも教えないよ、そういうこと。聞いてみようかな。ね、国際チンさんが今見たら、よしえさん、放送局ともありました。脱？なんだい、ちょっと字が見えない。よしえ様、放送局。またなんか他のが書いてあったんですね。脱なんですか？脱、ちょっと字がぐちゃぐちゃって、放送局ともありました。またプラスになってたんですね。こうちゃんが、よっちゃんお久しぶり、ナイスしといたよ。ありがとうございます。ありがとうございますね。こうちゃん、ありがとう。千代ちゃんが、架空の、架空ので、ないのに書かれているんですよ。それも地図の良恵さんの家の場所に。そうなんだ。やだね。怖いね。千秋楼さんが、日曜の午後、のんびりしますね。ナイスした。今日もありがとうございます。風船、ありがとうございます。ありがとうございます。こちら、千代ちゃんがスマホから見れる地図に載ってるんですよ。いたずらですが。そうなの。スマホの地図なんですね。そうなん。よしえの墓ってあるのかね。嫌だね。ね。嫌だね。だからね、困るね。なんでそういうことやるんだろうね。考えられないね。うちの妹はネットが嫌いなんですよ。すごい。すごい嫌いね。本当にね、もう言うと嫌がるから、私黙ってます。あとは、ロケとか来るの、うんと嫌がるね。なんだっけ、ほら、来たでしょ、千代ちゃん。小宮三四郎。ああいうの来ると、嫌がる、うちの妹は。姉ちゃんは世帯主だから、そういうの断ればいいじゃない。ほうね、怒られましたよ。慎吾の言いなりなんじゃねえわって怒られてね。怒られました。私はそういう自分の家をあっけらかんにこう映すってのは一番嫌いだってね。妹はすごいしっかりしてますからね。そうね、こちら、ミカチュウさん、こんにちはって。こんにちは、ミカチュウさん。盛り上げにゃんこちゃん、ありがとうございます。にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃんの爪。ありがとう、ミカチュウさん。ありがとうございます。国際人さんが、ダッフンと書かれてます。ダッフン。そうなんだ。うんこってことだね。ダッフンだーってよく言うけど、ダッフンね。フンって、うんこのフンですね。やっぱりね、相原うんこ漏らしたりするからね、書かれたんでしょうね。そうなんだ。嫌だね。また書かれたんだ。ありがとうございます。ありがとう。嫌だね。ふんね。このスマホですよね。スマホに書かれてんですね。そうですね。うちの地図にね。そう。こちら、千代ちゃんが、小宮さんとかのね、って。そう。ああいう人が来るってのは、なんでそんなテレビ局なんか、姉ちゃん来て平気でやるんって。普通のうちはやらないと思うよって言われてね。妹も嫌いなんですね、そういうね。
もう一切そういうの嫌なみたい。だからね、いろいろね、妹大嫌い。あとたけしの日本の見方、あれも来たんですけどね、あれの時ほら慎吾が私のおじんじで為替やったでしょ。だから中止になっちゃった。自分の金でやらなかったからね。国分太一さんってああいう大学の出てる立派な人がね、そういうあの日本の味方へ出てるから、だからね、自分で貯めたお金で為替やったんだったら放送したんだけど、私のあれだったから、だから取り消しになった、でもね、取り越しになってもね、出演料ね、確かね2万か3万置いてったよ。置いてった、取り消しでもね、ほんでね、小宮さんの方は出演料ってなかった。でもね、あの私にアジサイの花買ってくれた小宮さんがね、あっちは出演料ってなかったんですけどね、はい。たけしの方は撮影しなかったけど、よこしましたね、なんかね、そう、ちいちゃんが、よしえさんこんにちは、ナイスしました、ありがとうちいちゃん、こちらいちご3個ありがとうございます、いちご3個ありがとうございますね、おいしそうないちご、ありがとう、ありがとうございますね。ひろりんちゃんが、よしえさんの何猫の爪かわいい、ありがとうございます、ありがとう。フルチン清掃員、うんこ漏らし2回目何、昨夜は悪かったっぺ、うんこ漏らして気が立ってたって面白いね、あいつに見せてやりたいね、テレビ見てるからね。フルチン清掃員、うんこ漏らし2回目昨夜は悪かったっぺ、うんこ漏らして気が立ってたってね、ね、面白いね、みーさんがいい気持ちしないですよねって、そうだよね、うちゃっちゃうんだからね、汚れたのをね、だってね、お金かかるよね、うちゃるだけの人格じゃねえと思うんだけどね、私はね、だからあれだからダメなんだね、だって人のうんこって嫌だけど、自分のうんこは私嫌じゃないですよね、あのお風呂でさ、こうシャーッと流してさ、洗面器入れないですよ、洗面器汚れるから、こうちょっと揉めばさ落ちるよね、おいでこうね流れて、それからあのね洗面器あ落としてから入れて、あのワイドハイターね、消臭とあれね、あれは殺菌にもなるからね、あれワイドハイターつけとく、おうと全然臭くないですよ、自分のこう前洗ってこうして匂い嗅いだけど臭くないです。だからね、うちゃるっていうのが考えられない、ね、うちゃってね、本当にもったいないよ、何回も新しいやつだったらね、みーさんがいい気持ちしないねって、そうですよね、そう。こちらまさおさんが、よせさんこんにちは、ナイスをしましたって、ありがとうございます、まさおさんありがとう。しおちゃんが、アジサイの花はしんごさんからのプレゼントみたいに、そう、渡してましたね、はい、あれ買ってくれたのはあのテレビ局が買ってしんごに渡したんですね、ほんでしんごが私にくれたって感じだったんですね、はい、テレビ局がね、あれを買ってくれたみたいですよ、渡したのはね、しんご、私そのやつもね見てないんですよ、慎吾に言ったら、
それくれるってけどもらってねえなまだな」なんつってね、何しろいい加減だからあの子もね、うん、そうまだねあの時いくらか何年か